テオドールフォン・ヘルドライヒテオドールフォン・ヘルドライヒは、ドイツ生まれの植物学者である。ギリシャに住み、ギリシャの植物を研究した。ドレスデンの貴族の家に生まれた。フライブルクで学んだ後、1837年から1842年の間、フランスのモンペレー大学、ジュネーブ大学で植物学を学んだ。1843年からアテネに住み、 1849年から1851年の間イギリスで暮らした後、1851年からギリシャで暮らした。アテネの植物園の園長に就任し、生涯その仕事を続けた。1880年から1883年の間、ギリシャ王室の指定の博物学の教師を務めた。ギリシャ国内や国外の学術士に、 ギリシャの植物に関する70以上の論文を執筆した。オソン大学の植物学教授、オルハニデスラと協力し、ギリシャに近代植物学をもたらし、貴重なギリシャの植物の標本を作り上げた。1858年から1883年の間、オソン大学の科学博物館の学芸員を務めた。1892年に、 ドイツ科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた。ギリシャ国内の植物採集を行い、多くの新種植物、新属の植物を発見、記載した。イタリア、エジプトなどでの植物採集も行った。スイスの植物学者、ボアシエとも協力した。ヘルドライヒがギリシャ北部の産地で発見した。ボスニアマツはヘルマンクリストによって、ヘルドライヒの名前が付けられ記載された。 ヘルドルは植物の学名で命名者を示す場合にテオドールフォン、ヘルドライヒを示すのに使われる。ありがとうございます。